どうも石原です。今回の動画のラインナップはこちらです。アップルが4月のイベントで発表しなかった新製品、まあ発表されると噂されていた、ちょっと椅子がおかしい、噂されていたんだけど発表されなかった新製品、つまり今後発表される可能性のある新製品をまとめてご紹介したいと思います。そしてエアタグの防水性能はどうなのかというところで情報が出てきましたのでご紹介します。さらに歴代の iPhone シリーズで最も売れた iPhone はどれかということでちょっとねご紹介したいと思いますけど、まあ、タイトルにありますように iPhone 12 mini は最低な結果となっておりますので、その辺もね詳しくご紹介したいと思いますので、どうぞ最後まで動画の方ご視聴ください。そしてここでお得な情報としまして、昨日の動画でもお伝えしたんですが、 Kindle Unlimited がただいま2ヶ月99円のキャンペーンを行っておりまして、これが4月26日23時59分はい、本日最後となっております。でこれは今 Amazon のタイムセールの期間中だけの、まあ、キャンペーンになっておりまして、通常 Kindle Unlimited 電子書籍読み放題サービス月額980円のところがなんと2ヶ月で99円ということで、もうまさにもう今日しかないといった感じなんですけど、まあ、年に何回かはあるんですよ、この99円キャンペーンというのは。ただ年に数回しかないので、この機に電子書籍読み放題サービスに登録しておくことを僕は強くおすすめしたいと思う。いつね、このようなキャンペーンがあるかどうかわかんないので、ぜひこの機会に Kindle Unlimited 電子書籍読み放題サービスを概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。今日の23時59分までとなっております。はい、では本題です。まあ、4月に開催されましたアップルイベントで、まあ、発表されなかった新製品といいましょうか、まあ、今後発表される可能性のあるアップル製品についてちょっとご紹介しておきたいと思います。まず AirPods 第3世代、3月に発表発売されるとか言われながらも4月に持ち越しになって4月のイベントでも発表されませんでした。で実際には7月に生産開始という噂もありますので、もしかすると6月に行われる WWDC のイベントで発表される可能性はあります。さらには M1 チップを搭載した16インチの MacBook Pro です。 M1 チップを搭載した MacBook Air や MacBook Pro 13インチ、 Mac mini なんかはね去年発表発売されておりますが、まだディスプレイが大きなサイズの、ラップトップはまだ発表されておりませんので、このね4月に発表される可能性は低かったんですが、まだ発表されてませんので、今後 MacBook Pro M1 初搭載の MacBook Pro 16インチ可能性としては期待できます。でそれに引き続き Mac Pro iMac 24インチが、4月21日のイベントで発表されて、で多分今年中に32インチのiMac が発売されます。で、それと同じように Mac Pro についても発売の可能性がありますので、その辺で期待しておきたいと思います。さらには、Apple の AR、VR のヘッドセット、まあ、Apple Glass と言われているものが、もしかすると発表される可能性はありましたが、発表されておりません。まあ、今後、特許なんかも取得しているようなので、今後発表の可能性はあります。そして、少し、っていうかね、まあ、期待していた方も一定数はいたと思いますが、iPad mini 第6世代。4月21日の Apple イベントでもしかすると発表される可能性が高いということで、ぐぐぐっとね、噂が出てきていましたが、まあ、蓋を開けてみると、なかったということなので、まあ、販売するかしないかはまだ噂の段階なんですけど、実際にコンセプト動画とかコンセプト画像、リーク情報が出てますので、iPad mini 第6世代も今後もちろんわかりません。で、それに加えて iPad 第9世代の方も、まあ、4月の発表イベントでは、Apple イベントではなかったので、まあ、今後、今年中に出る可能性はあります。このようなものが4月の Apple イベントでは発表されなかったので、今年2020年に発売される可能性は高いです。はい、そして AirTag の防水性能についてなんですが、これはApple がアクセサリーデザインガイドラインズ for Apple デバイスという、まあ、バージョン R14 を現地時間4月23日に公開しました。まあ、AirTag については円形の中央部分がスピーカー部分になっているので、覆わないようにしてくださいねという指示があっておりますので、まあ、アクセサリー関係がなんかは、
あの、エアタグの中央部分はくり抜いた形のデザインがもう 100% になっております。まあ、その周辺部分はアンテナ用にね、設計されているということになっておりまして、そのガイドラインの中で、エアタグの防水性能について触れられておりまして、エアタグは IP67 等級の防塵防水性能、まあ、耐水性能を持っているということで、スピーカー用のあの開口部分がないんですね。なので表面部分、エアタグの振動で音を出すという設計になっているということなんですけど、この IP67 等級というのはどのぐらいかと言いますと、実際に iPhone12 シリーズでは IP68 等級で、水深6メートルで30分ぐらい、水の中でも耐えられるということになっておりますので、まあ、エアタグがそこまでの防水性能はないんですが、生活防水ぐらいなら問題ないという結果になっております。はい、そして iPhone シリーズ最も売り上げが高かった iPhone は何かということでちょっとご紹介したいんですけど、これは調査会社のコンシューマーインテリジェンスリサーチという会社のレポートによりますと、2021年1月から3月にアメリカで最も売れた iPhone はなんと iPhone11 で、iPhone シリーズの売り上げ全体の 24% を占めたという調査結果が出ております。iPhone12 が発表されて、まあ、今年ね、去年の2020年、もちろん12月までは iPhone12 売れたんでしょうけど、その後、1月から3月でアメリカで売れたものは、iPhone11 が最も売れているということになっております。で、冒頭でお伝えした通り、iPhone12 mini、僕 iPhone12 mini 使ってます。この2021年1月から3月にかけて最も売れなかったモデルが iPhone12 mini ということで、これはなんと iPhone XR とか iPhone SE 第2世代よりも売り上げが下回っているという結果になっております。そしてあの別の調査会社によりますと、2020年に最も売れたスマートフォンは Apple の iPhone11 ということで、2020年から2021年にかけてiPhone 11がね、まあ長期的にね、まあ売り上げがあるので、2019年に発売されて、2020年もね、iPhone 11は売れ続けているので、iPhone 12よりは現段階では iPhone 11が最も売れているので、まあ2022年ぐらいになったら、まあ iPhone 11より iPhone 12が多分出てくるのかとは思いますが、まあ現時点では iPhone 11が最も売れている iPhone となっております。で、その中でもね、iPhone 12 mini が一番売れてないと。iPhone SE よりも iPhone XR よりも売れてないという結果になっておりまして、はい。iPhone 13 mini 5.4 インチ来ると言われておりますが、僕もね、実際使いやすいんですけど、そんな風に言われると、iPhone 13 mini じゃなくて iPhone 13 を買ってみようかなと。iPhone 13 Pro の方をやっぱり買った方がいいのかなっていうか、どうなんでしょうね。5.4 インチユーザーが、多いのかと思いきや、アメリカとか、まあそのね、最新の調査会社によると iPhone 11とかの需要の方が高かったので、 iPhone 12 mini が一番売れてないということになってますので、まあ、今までね、以前にもね、あの 5% iPhone 全体の売り上げの 5% しかないと、 iPhone 12 mini が、なので、まあ、生産を一時止めますよということになっているので、もうほぼほぼ止まってんじゃないですかね、生産の方が。逆にプレミア化する可能性もありますよね、市場に出回らなくなったということで。まあ、それはないかな、さすがに。まあ、ただね、iPhone 12 mini 大好きユーザーとしては、ちょっとね、残念な結果となっておりますので、iPhone 13 シリーズが発売されて、そこでも iPhone 13 mini が、5.4 インチの iPhone 13 mini が売れなかったら、ちょっと本当に悲しいですね。今の段階では、iPhone 12 mini、まあ、好きだから、大好きだから使ってますけど、iPhone 13 mini でもそうなったら、ちょっとね、ちょっと悲しいかなっていう感じでございます。はい、ということで今後もこのチャンネルでは最新の iPhone の情報やアップに関するリーク情報、ガジェットレビューなどの動画を毎日夜8時にお届けしておりますので、ぜひチャンネル登録していただいて定期的な情報収集にお使いください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい、ではまた次回の動画で。